ようこそ日本人とお菓子をやっています杉内ゆかですこのチャンネルは日本人のなんていうのみたいなねまあ、心の中ね、をぎゅっとまとめて発表しますそういったような趣旨のチャンネルです本日のお題日本人どうしてすぐに謝るの問題です私もよく謝ってますただこの謝ってるすいませんっていう言葉 私の場合ね私の場合はもうその場しのぎ的な風味で使っていますなのでその謝罪をしてまたその責任を取って、まあ、改善してみたいなそういったような意味合いの謝罪ではないんですよね。まあ、よく私もこの動画の中で「いや本当にすみませんね」って謝ってるんですけど、まあ、なんかちょっとその場をしのぎたいというね。 ああ今私がやってることはもう本当にしょうもないなってこう見る人も思うだろうな私も思ってる分かってるうんごめんみたいなごめんみんな分かってることは私は分かっているよすいませんねみたいなね謝ってるんだか謝ってないんだか分からないし謝ったところでそれを改善する気があるのかと言われるとうん指してないみたいなねろくでもないまあまあまあ私がね <laughs> あのまあよくはしていきたいんですけれども。 謝っているからといってじゃあもう即時改善とか即時謝罪謝罪とか、まあ、ちとなんかなんだろうあの頭下げてさなんか土下座してみたいな意味合いで使ってるわけではないというねうん何なんでしょうね。まあすいませんって言うと何ですかね一回ちょっとそこの場所がねあの うなんんすすね収まるでよもうなんかだかもうなんか10人ぐらいいて何いから喧嘩して「ちょっとまあまあまあ」とかつってなった時も「まちょっと謝ろう謝るごめんって言おう」って言って「ごめんごめん」つって腹の中ではもうどんなに怒ってたとしても一応謝ったしみたいなねもうそういうなんかやるんだったらもうよそでやってくれともうみんないるんだからこうみんなの雰囲気悪くしてくれるないよみたいなねまたこのあの日本人集団集団集団の中を乱すの的なねあのそういう雰囲気。 なので、まあ、謝ったからって言ってその先に謝った方が負けだとかね後で謝った方がなんが反省が足りないとかね、うん、あるのかな,まあなんか私はあんまり遭遇したことないけど、まあ、あるのかもしれないですね日本の中には。うーん まあでもなんかちょっとね軽くなんかまあソーー英語のソーリーはなんか結構本当に謝罪みたいな感じって聞いたことあるんでまあなんかエクスキューズミー的な感じですよねきっとねあの道ちょっとちょっとすいませんみたいなちょっと道の道通してくださいみたいな感じのすいませんですよね日本人が言ってるよく言うすいませんはおそらくうんみたいな感じですということでえあ また見てくださる方いらっしゃいましたら、えー、チャンネル登録をしていただければえっ、ー、とちょっと頑張って何がしかの、えー、配信を、えー、毎日やっていきます。えー、あとは何か何かなんだろう日本人分かりませんみたいなあのこれわかんないんですけどみたいなことがありましたらあの概要欄に英語とかでガリガリ書いていただければ調べます。調べるかもしくはあの自分の中にあればあのあの言いますのでよろしければよろしくお願いします。ということで本日もここまで。